サマータイムマシンブルースは上田誠の儀曲。劇団ヨーロッパ企画の第8回公演として2001年8月に初演され、2009年10月23日に早川書房より観光の儀曲集曲がれ、スプーに収録2018年8月7日に同社より観光された。タイムトラベルを題材に大学の SF 研究会の学生たちが壊れる前のクーラーのリモコンを取りにタイムマシンで昨日へと戻り次々巻き起こす騒動を軽妙に描いた青春 SF コメディである。本校勝幸監督により、エータが主演で上野樹里がヒロインで2005年に映画化され同年に公開された。2018年7月には15年後を描いた続編サマータイムマシンワンスモアが ヨーロッパ企画の第38回公演として初演された。とある大学 SF 研究会のだらしない部員たちに起こるドミノ倒しコメディ。前日にクーラーのリモコンが壊れてしまい猛暑の中ぐったりしてる部員たちの前に突然タイムマシンが出現する。昨日に戻りクーラーのリモコンを取って来ようと思ったメンバー。しかし、 タイムトラベルしたことが面白くなった面々は過去の世界でふざけたことばかりする。そんな中、過去を変えると今が消えてしまう可能性があることを知った。慌てた部員たちは自分たちの今を消さないために大急ぎで以前に自分たちが過去でやらかした一連の行動が致命的なことにならないようにリカバリーしようと奮闘する。昨日と今日だけのタイムトラベル物語。 2001年8月に第8回公演で初演。2003年8月の第13回公演ではサマータイムマシンブルース2003として再演。2005年には映画公開を記念しサマータイムマシンブルース2005としてさらに再演。2018年8月から11月のヨーロッパ企画20周年ツアーでは第37回公演として サマータイムマシンブルースを13年ぶりに再演、また、第38回公演として、サマータイムマシン、ブルースの15年後を描いた続編、サマータイムマシンワンスモアを初演した。サマータイムマシンブルースは、2005年9月3日に公開された日本映画、本校勝幸監督による前述の儀曲の映画化作品、長山栄太の映画初主演作であり、 室ロツの映画初出演作である。カッパ伝説とお遍路が観光資源である。四国のある地方都市の大学。SF に興味がなく草野球やテレビゲームに明け暮れている男子生徒5人の SF 研究会と写真の腕前が良くない女子生徒2人のカメラクラブは物質を共有していた。夏休み中にもかかわらず SF 券は遊ぶためカメラクラブは 展示会の準備のため、毎日部室に通っていた。2005年8月19日、銭湯で汗を流した後、他の SF 県部員とは遅れて部室に戻った後本は、他の部員たちから突然、約束の罰ゲーム、裸踊りを見せてもらおうと告げられ、困惑する。盛り上がっている部員たちの体がぶつかり、弾みで SF 県部員の新意味が持っていた、ミニペットボトルのコカ・コーラが、 エアコンのリモコンに激しくかかり、リモコンは故障してしまう。エアコンは旧型で、リモコンがなければ操作することができなかった。夏休み中のため、学生自治会には誰もおらず、代替品を調達できなかった。そこで、部員たちは、研究のため学内にいた SF 県顧問で、大学助手の通称、補正に修理を頼む。2005年8月20日、カメラクラブの二人が、 暗室で昨日撮った写真を現像していると、ある一枚の写真に野球をしている SF 県の下級生、蘇我の姿と別に、校舎の影にもう一人の蘇我が映っているのを発見して驚く。一方、猛暑で悩む SF 県部員たちは、ガラクタだらけの物質の隅に、見慣れない謎の乗り物状の機械があることに気づく。捜査腕の形状からタイムマシンを模したオブジェだろうと判断した。 SF 県部員たちは暇つぶしに蘇我を乗せ、むれにスイッチを入れた。すると乗り物は蘇我と共に姿を消し、すぐに再び姿を現した。蘇我は今日が昨日になった。部室に誰もおらず、自分を含めた SF 県部員たちが草野球に興じ、それをカメラクラブの二人が撮影しているのを見たと証言した。 タイムマシンが本物であることを確信した SF 県部員のニーミ、小泉、石松はエアコンを使うため故障前のリモコンを取りに行くことを思い立ち、昨日に行く。昨日に着いたニーミ、小泉、石松はタイムトラベルに興奮するあまり当初の目的を忘れ、面白半分で昨日を探索しようと大学周辺を歩き回り、楽しいから濃い音の書き置きを貼り付けた空の タイムマシンを今日に送る。一方、今日では田村と名乗る若い男が物質に現れ、自分は2030年の SF 県の部員で2030年8月20日からタイムマシンでやってきたと告げる。後本たちはタイムマシンが使用中であることを詫び、現代の大学周辺を案内する。田村は2030年の人間にしては旧式のカメラを愛用しており、それで 町の風景を撮影していた。特に町のメガザの存在に喜び、2030年にはもうありません。お母さんがよく通ってたらしいですと話す。田村は過去の母親に会ってみることを思い立つが、後輩たちは会うとうむきがなくなって未来が変わり、田村くんが消えるかもしれないと押しとどめ、さらにカメラクラブの部員、柴田がもし三人がリモコンを持って帰ってきても、 今リモコンがないという結果は変わらないのではないかという疑問を提示する。SF の話をしていると勘違いしたメーガザの支配人も話に加わりタイムパラドックス談義が盛り上がると偶然そこへ戦闘帰りのホセが通りかかった。ホセはパラレルワールドは不可能だとする自分の理論的立場からもしタイムトラベルが実現すれば過去への干渉によって 世界線に変化が生じた瞬間、この宇宙のすべてが消えてなくなるだろうと告げる。危機を感じた後本たちが急いで物質に戻ると、空のタイムマシンが戻ってきていた。三人に歴史の改変をさせないうちに連れて帰るために、後本と蘇我は昨日へ向かう。この時、たまたまホセが消えるタイムマシンを目撃し、衝撃を受ける。昨日で蘇我は、 大学校内にいた小泉と石松を見つけ、すぐ、今日に帰る、よう説得する。説得を受けた小泉と石松は、空のタイムマシンを、昨日に送ることを約束し、今日に戻った。その間、曽我は、昨日のこの後、コーラがかかるのに備えるため、リモコンにラップを巻きつけた。小泉と石松は、約束を破り、さらに、田村を引き連れて、昨日に戻ってきた。 そこへ顔見知りの用務員が通りかかったので、宇宙の消滅を恐れた小泉、石松、田村はタイムマシンを隠すため、蘇我をタイムマシンに乗せ、99年前へ飛ばした。当時の大学の敷地は沼であり、蘇我は溺れる。その様子を目撃した99年前の村人たちは、沼の中から突如、光と共に現れて、すぐ消えた蘇我をカッパと勘違いした。 昨日のその頃、用務員は99年前に沼に現れたという、カッパ伝説の由来を、今日の小泉、石松、そして田村に聞かせていた。一方、後方は銭湯にいたに意味を見つけ、蘇我の携帯電話に電話をかけるが、つながらなかったため、全部うまくいった。今すぐに、そっちに行くからと留守番メッセージを残し、大学に戻る。命からがら。 昨日に戻ってきたソガは、ラップを巻きつけた霧持ったままだったリモコンを、99年、前の沼に落としたことを後本たちに明かした。6人はこの後の、昨日の部員たちによるリモコンの故障が再現できない、ことに危機を感じる。後本はすでに壊れた、今日のリモコンを使うことを思いつき、単身、今日に戻って、ホセにリモコンを返すよう迫るが、不器用なホセはリモコンを修復不可能なほどに、 破壊してしまったことを明かした。後方は失意で昨日に戻る。その時田村が2030年の物質で同じ型のエアコンを使っているのを思い出しました。未来を変えるなら未来に影響はないでしょうと告げ、タイムマシンで2030年12月19日に向かい、2030年12月19日の田村からリモコンを受け取って昨日の物質に置いた。 今日の SF 券5人と田村は昨日の部員たちと鉢合わせにならないように急いでタイムマシンに乗り込むが後本だけ弾き飛ばされ取り残される。そこへ戦闘帰りの昨日の蘇我、新井見、小泉、石松が帰ってきた。4人は今日の後本に隠してることあるだろうと冷やかす。今日の後本が事情を飲み込めないでいると昨日の蘇我が この間違い電話の留守電が証拠ですよと留守番メッセージを再生し始めた。今日の広報が今日の蘇我にかけたつもりの電話は昨日の蘇我に通じていたのだった。しかも昨日の4人は留守番メッセージを昨日の広報が秘密の交際相手に会うために4人と別行動を取ったように勘違いしていた。昨日の部員たちは林たて罰ゲームで裸踊りをやれと笑って告げた。 今日の後本は逃げようとするが、昨日の後本が帰ってくるのが見えたため、ロッカーに隠れる。戻ってきたばかりの昨日の後本は、他の部員たちから突然、約束の罰ゲーム、裸踊りを見せてもらおうと告げられ、困惑する。ロッカーの中の今日の後本は、リモコン故障に至るすべてを見届け、理解し、疲れて眠りに落ちる。 タイムマシンで今日に帰ってきた5人は、後本とはぐれたことを、ホセたちに告げるが、昨日からロッカーの中にいた今日の後本が現れ、無事に再会を果たす。そこへ、大学内で話し飼いされている犬のケチャが泥に覆われた細長い何かを加えて持ってきた。それはソガが99年前に残してきたラップに巻かれたリモコンで、 偶然ケチャが、かつて沼の底だったグラウンドの隅の地面を掘り返して、見つけたのだった。電池を入れると、めでたくエアコンの電源がつき、一度は安堵した。田村も2030年8月20日に帰った。その後、部室に再び、タイムマシンに乗った田村が現れ、忘れ物のカメラを取りに戻ってきた。田村は後方にカメラを見せ、 お母さんが昔使ってたカメラだから、なくしたら叱られると話し、再び消えた。よく見ると、田村のカメラは、後本が好意を持つ柴田の持っている機種と同じものだった。失恋を予感し、落ち込んだ後本は、SF 県部員たちに、なあ、名字って変えられるのかなと呟いた。登場人物 SF 県部員、カメラクラブ部員大学関係者町の人々ものの、 タイムトラベルタイムマシンカッコ内は乗組員。 2030年8月20日2005年8月20日2005年8月19日2005年8月20日2005年8月19日2005年8月20日2005年8月19日1906年8月19日2005年8月19日2005年8月20日2005年8月19日2030年12月19日2005年8月19日2005年8月 二0三十年八月二20十日二0五年八月二十日二千三十年八月二十日リモコンに二0五年八月十九日故障事件が起きる直前のリモコンに二0五年八月二十日からタイムマシンでやってきたソガガラップを巻くソガはそのリモコンを持ったまま1906年八月十九日に飛ばされ沼の中にリモコンを落とす九十九年と一日後の今日 ケチャがそのリモコンを掘り起こす。リモコンは問題なく使えた。2030年 SF 県の部室ではそのリモコンをずっと使っていた。2030年12月19日、大学自治会でエアコン開会許可の決済が下り、リモコンが不要になる。2030年12月19日の部員たちは、事前に知っていた通りに2030年8月20日の田村を待ち受け、 リモコンを手渡した。リモコンを受け取った2030年8月20日の田村は昨日の故障事件が起きる直前の部室にそのリモコンを置き後方を除く今日の部員たちと共に昨日を後にした。そのリモコンにコーラがかかって動かなくなりリモコンは最終的に補正によって破壊された。シャンプー2005年8月19日イコール昨日の戦闘から 2005年8月20日コール、今日のニーミの手元にワープし、それきりとなった。本作は、本港監督の出身地である、香川県で、事前ロケ班が行われ、2004年7月22日から8月29日に、かけて撮影が行われた。2008年2月23日に関東ローカルで、地上波発放映された。この他 BS デジタル放送で放映された。 ありがとうございます。